お元気ですか、ボクシミです。今日はエポックプレミアム2023埼玉西武ライオンズプレミアエディションベースボールカードをやりたいと思います。こちらはワンパック6枚入りのカードで、ワンボックス6パック入りとなっております。それでは早速ね、やっていきたいと思います。はい、早速やっていきたいと思います。今日は6パックのみでございます。それではやりたいと思います。まずは、この1パック1箱目でございます。また1袋目でございました。失礼いたしました。こちらですね、長谷川慎也内野手でございます。宮川哲投手でございます。本田圭佑投手でございます。でこちらかっこいいですね、これね、佐藤俊介選手のね、こちらカードでございます。結構ね、光ってございます。こちらがね、限定でございます。こちらね、30分の、これ3でございます。はい、こちらでございます。はい、続けていきます。山田陽翔投手でございます。杉瀬名、捕手でございます。さあ、袋目でございます。川越誠二外野手でございます。で、高木博之内野手です。結構ね、懐かしいユニフォームですね。長谷川慎也内野手でございます。外崎修太内野手のこれキラでございます。で、これは野田海斗捕手のこれ金箔でございますが、こちらはね、限定ではございません。ご了承ください。で、今井達也投手でございます。3袋目でございます。山川穂高内野手でございます。松井和夫監督でございます。平井勝則投手でございます。で、こちらメタルパワーですね。これは、これは拓也、昼間選手のね、これメタルパワーでございます。ちょっとね、ローマ字が苦手なんですいません。昼間拓也外野手でございます。こちらでございます。で、田辺紀夫内野手でございます。こちらもね、結構ね、懐かしいユニフォームでございます。はい、4袋目でございます。ちょっとね、小映えが飛んでました。失礼いたしました。ね、4袋目でございます。川越誠二外野手でございます。で、高木博之内野手でございます。で、金子裕二外野手でございまして、直筆サインカード、結構ね、懐かしい先生、鈴木健選手ですね。直筆サインカードでございます。70分の61でございます。ね、懐かしいユニフォームのね、ライオンズでございます。ここに置いておきます。青山湊投手でございます。隅田千尋投手でございます。5袋目でございます。鈴木翔平外野手でございます。与田海人投手でございます。
中村拓也内野手でございます。でメタルパワーですね、こちらはあの栗山匠選手ですね、こちらが限定のねメタルパワーでございます。こちらねあのゴールドに光っております。でこちらが30分の23でございます。見えますでしょうかね。はい、ね、光っております。で野田海人捕手でございます。で森脇陽介投手でございます。最後のね、6袋目でございます。G トリックエンス投手でございます。外崎修太内野手でございます。でウーネンチン内野手でございまして、またね限定でございます。小玉良介選手ですね、これルーキーですねこれね。はいね、このホロ白サインカードでございます。こちらがですね、15分の7でございます。はい、ルーキーのね白サインカードでございます。で古川雄大外野手とで同じく、あ、どうしよう、愛と内野手でございます。はい、ちょっとねバッティングがちょっと似てたんだもんでね、ちょっとね同じ選手かと思って勘違いしました、すいません。はい、以上で、エポック2023埼玉西武ライオンズプレミアエディションベースボールカードの開封動画、終わりたいと思います。ごめんなさい、噛んでしまいました。で途中でねちょっと小バイが飛んでしまったことをね深くお詫び申し上げますね。こちらね、鈴木健選手の直筆サインカードですね。この背番号8、結構ね、懐かしいっていう思う方もね、いらっしゃると思います。実はですね、明日もね、やりますのでね、明日は楽天の方でね、やりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。